RSI の打ち上げ RSI はアメリカ航空宇宙局のコンステレーション計画で使用される予定だった2段式の有人使い捨て型ロケットである。コンステレーション計画の中止に伴い開発が中止された。当初は人員打ち上げ機と呼ばれていた。ギリシャ神話のアレスから命名された。英語の発音はエアリーズ -1 に近い。S 審査前から最近までの RSI の変遷。RSI はコンステレーション計画で乗員を乗せたオリオン宇宙船を地球低軌道に投入することを主たる目的として開発が進められていた。オリオンは宇宙飛行士を国際宇宙ステーション、月、いずれは火星に輸送するための宇宙船でアポロ計画で使われた宇宙船と同じようなカプセル型をしていた。一方、貨物輸送用のより大型な RSV の設計も行われていた。RSV はアルタイル月着陸機を地球低軌道に投入することを主たる目的として開発が進められていた。スペースシャトルは人員と貨物を同じロケットで同時に打ち上げるが、コンステレーション計画ではそれぞれに RSI と RSV という2つの異なるロケットを使用することで、それぞれのロケットをそれぞれの目的に特化した設計ができるようになっていた。第1弾は、スペースシャトルの固体燃料ブースターをもとに推力を増強した再使用型固体燃料ロケットである。最大の変更点は、現在の SRB が4つのセグメントからなるのに、対し、RSI のものは5つ目のセグメントを追加していることである。この5つ目のセグメントにより、RSI は、標準的な4セグメントを使う場合より強い推力、長時間の燃焼、高い軌道への到達が可能になる。SRB からの他の変更点は、スペースシャトルの外部燃料タンクとの接続点の削除、パラシュートなどの回収機材、SRB の先端部を上段の液体燃料ロケットと接続するための新しい前方アダプターと置き換えることである。このアダプターには、1段目を分離し回収することを補助するための固体燃料分離モーターが装備される。第2弾は液体水素と液体酸素を推進剤とする J-2X ロケットエンジンを使用する。その J-2X はサターン IB やサターン V に使われていた J-2 ロケットエンジンを元に開発される。2007年7月16日、NASA はロケット弾車をJ-2X エンジンの地上試験や飛行試験を行う単独契約者に選定した。当初、NASA はスペースシャトルの主エンジンを使用するつもりだったが、高価格であること、エンジンを大気中でも真空中でも始動できるよう改修する必要があること、RSI の上段は使い捨てであることから、コストが済むの数分の1で、最初から高々旅で使用するよう設計されている。J-2X を使用することになった。J-2X エンジンは既存の J-2 エンジンを元にしているが、上段自体は完全に新規に開発される。当初はスペースシャトル外部燃料タンクの内部構造を元にして、インタータンクによって燃料タンクと酸化剤タンクを分離した設計が用いられた。しかし、アポロ時代の考え方に戻り、重量を減らすためにインタータンクをなくし、代わってタンクの間に共通の隔壁を使うことにした。現在レビュー中の最新の設計では、この分を推進剤の増加に充てることになっており、共通隔壁を使う場合の推進剤総量は297,900ポンドである。推進剤の増加により、上段の初期加速は約 0.6G 減少することになる。上段の上部にはオリオン宇宙船との接続機構が備えられる。下部にはサターン IB やサターン V ロケットと同様のスラスターが備えられ、飛行中に1段目と2段目の双方のロール制御を行う。シャトル外部燃料タンクから唯一、RSI 上段で使われるのは低温推進剤をケネディ宇宙センターの暖かく湿度のある空気から保護する吹き付け成形断熱材である。NASA は2007年8月28日、RSI 上段の契約者に、ボーイング社を選定したことを発表した。RSI 上段は、1960年代に、ボーイングが建設し、かつては、サターン V の SIC 弾の製造工場で、現在は、シャトル外部タンクの製造組み立てを行っている NASA ミーシュ組み立て工場で製造された NASA の新型ロケットアレス I とアレス V の技術コンセプトイラスト。この画ではシャトルと同じ4セグメントの固体ロケットブースターが描かれているが、あとに5セグメントに変更され、2段目も短縮された。2004年1月にブッシュ大統領が宇宙探検の展望を提唱した後、2005年4月29日に NASA は以下のことを決定するため探査システム構成検討を開始した。月と火星の探査計画を支える人員と貨物の打ち上げシステムのトップレベルの必要条件と構成、国際宇宙ステーションへ人員を輸送するための有人探査船の必要条件と計画の査定、持続的な有人、無人月面探検活動を支える月面探検のアーキテクチャコンセプトのリファレンス作成、これらリファレンス探検システムの可能性拡大と大幅な強化の鍵となる技術の特定シャトル派生型打ち上げアーキテクチャの一つがアレス I として NASA に選ばれた。当初、アレス I は第1弾に4セグメントの固体ロケットブースターを第2弾に簡素化したスペースシャトル主エンジンを使用することになっていた。無人版では現在の設計と同じ。しかし、最初の設計が承認されてから間もなく、追加の試験によって、オリオン宇宙船は4セグメントのブースターで、持ち上げるには重すぎることが判明した。2006年1月、NASA はオリオン宇宙船を少し小さくし、固体第1弾に5個目のセグメントを追加し、SM をアポロ派生型の J-2X エンジンと置き換えることを発表した。4セグメントの第1弾と5セグメント版は実質的に同じものだが、5セグメントに変更する最大の理由は J-2X を採用する必要が生じたことだった。ロケットダイン社が設計製造した J-2X の価格は2000から2500万米ドルで複雑なSMの半額以下だった。しかも現行のSMが地上で始動するように設計されているのに対し、J-2X は最初から上空の真空に近い場所で始動するよう設計されていた。この空中始動能力は特にアポロ宇宙船を月へ運んだサターン V の SE 部分段で使われたオリジナルの J-2 ロケットで重要だった。一方、SM は空中始動や真空中再始動を可能にするには大幅な変更が必要である上、各オービターの初飛行前や1988年の STS-26 以前のフライトで行われていたようにエンジンテストと同様の方法で事前に点火する必要があった。NASA は現在のシャトル SRB の製造者であるアッテック、チオコールをアレス I 第1弾の主契約者に選定したことを発表した。アッテックはアレス I 上段のコンソーシアムにも加わろうとしている。プラット&ホイットニーの一部門であるロケットダインは J-2X ロケットエンジンを担当する主要な下請け企業である。エンジンの試験はアラバマ州ハンズビル南方の施設で行われた。2007年1月4日、NASA はアレス I がスペースシャトル以後初めて完成した有人宇宙船設計のシステム要求審査を完了したと発表した。この審査は設計作業の最初の大きな節目で、アレス I がコンステレーション計画に必要なすべての条件を満たすことを確認することが目的である。また、審査の発表の他に、NASA はタンクの構造変更についても発表を行った。スペースシャトルの ET のように、液体水素と液体酸素をインタータンクで分離する代わりに、サターン V の第2弾や第3弾、SE 部分段で使われた共通隔壁でタンクを分離する方法が取られることになった。これによって NASA は第2弾を短く軽くすることができる。サターン V、スペースシャトル、アレス I、アレス4、アレス V の比較、コンステレーション計画のミッション一覧も参照。2007年1月4日、NASA はアレス I のシステム要求審査を完了した。この審査はアレス I ロケットの設計作業で最初の大きな節目だった。さらに NASA は2007年中に計画要求を洗練し、翌年以後は設計作業を開始する。計画設計は2009年末まで続き、並行して2008年から2012年まで開発と品質確認試験が行われる予定だった。同時に飛行要領の作成作業が2009年に開始され、最初の打ち上げが行われる2011年にわたって行われる予定だった。提案された RSI は複数の理由で批判を受けた。第一に25トンのペイロードを打ち上げるロケットならすでにデルタ4ヘビーが存在しており、デルタ4を新型ロケットの開発の基本に使えば既存の機体を使うことでより安く開発できる上、実証済みの実績と頻繁な打ち上げの恩恵。これに対して、RSI を選択した NASA 検討グループは、アトラスやデルタの派生型設計に比べて、RSI の安全性は2倍高いと反論した。2007年半ばには、議会がスペースシャトル派生設計をやめて、アトラスやデルタの設計を用いるように、政治的圧力を加える報告書が出回り始めた。第2に、5セグメントの SRB を採用する計画案では、開発するのに30億ドルの開発費を必要とするため、シャトル派生ハードウェアを利用するメリットを損なってしまうというものである。批判者は、RSI で、済むと4セグメントの SRB をやめてしまうのでは、シャトル派生ロケットではなく全く新しいロケットになってしまうと問題提起した。第3に、RSI の形状の空力安定性について、技術的な反対意見が提起された。背が高く細身なスティック形状では風圧中心が前に重心が後ろになってしまう。すると RSI は飛行中に絶えず後ろ向きにくるりと向きを変えて安定してしまうような傾向になってしまう。SRB の推力変更制御システムは機体の機械的負荷が増加していくような不安定性に常にうまく対処しなければならないだろう。NASA はこの問題を解決するために風洞実験を行っている。第4に、度重なる開発の遅延により RSI の打ち上げは、スペースシャトルの打ち上げ終了から5年後の2015年を予定していた。この間に空白期間ができることが懸念されていた。第5に、規模、積載量を減らし、乗員輸送機を打ち上げる RSI に出力制御の困難な固体燃料ロケットを用いることに不安の声も上がった。しかし、RSI の支持者たちは、現在のスペースシャトル作業チームを引き続き雇用し、より大型の RSV の重要な要素を開発するためには、RSI のような機体が不可欠だと主張した。しかし、それでも、計画の遅延が予想され、開発予算超過も懸念される状況に変わりはなかった。アリス、アイファクトシート。NASA、2007年1月8日閲覧。NASA Awards Upper Stage Engine Contract for Alice Rockets NASA 2008年5月31日閲覧 Alice I Upper Stage Change Receives Additional Capacity NASASPACEFLIGHT.com 2008年5月31日閲覧 Exploration Systems Architecture Study Final Report NASA 2007年1月8日閲覧バーゲン、クリス、NASA クロージングイオン、ネーミングニューフリート、NASASPACEFLIGHT.com、http://www.nasASPACEFLIGHT.com/content/ 4333 2006年11月22日、閲覧、AB、NASA コンディッツ、レビューマイルストーンフォーアリス、アイビヒクル、NASA、http://www.nasa.gov/mission、ページーズ、コンステレーション、アリス、07から002、HTML2007 年1月7日閲覧、シュタイン、キース、ドラフトローンチスケジュールフォーアリスローンチビヒクル、launchspace.com、コノリー、ジョン。コンステレーションプログラムオーバーベ。NASA、2007年1月8日閲覧。読売新聞、アレス1打ち上げ成功。でも開発中止の可能性2009年10月29日。パート6、オブザエクスプロレーションシステムズアーキテクチャースタディ、フィナールレポート。NASA、2007年1月10日閲覧。ファーストステージデザインプロブレムズアライズフォーナサ S アリス1ロケット spaceref.com 2008年5月31日閲覧 NASA to evaluate non recoverable first stage for Alice air launch vehicle spaceref.com 2008年5月31日閲覧セービングスペースシップオリオン NASASPACEFLIGHT.com 2008年5月31日閲覧オリオンウェイトセービングリファインメンツコンティニューフォーカスオン ISS アクセス NASASPACEFLIGHT.com 2008年5月31日閲覧 NASA makes major design changes to SEV NASASPACEFLIGHT.com 2008年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年5月31日閲覧ありがとうございます。